こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日はね、私がソニーの時ね、ソニーミュージックアーティストの、社長になった時の話ですけれども、私がなったのは古い話ですよ。もう1990年、平成2年でございます。平成2年のね、いつも1月の16日、会社の人事異動がありましてね、この異動でね、私は、社長になりました。で、その時のね、名前はね、ソニーミュージックアーティストじゃなくてね、CS アーティストっていう、CBS の C にソニーの S で CS アーティストという会社の名前でございましてね、で、この平成2年というのは、まあ、どんな年だったのかなと思ってね、これ、私が社長の時にね、まあ、スタッフに言ってですね、やっぱりこう、ね、会社のこう、まあ、写真っていうんですかね、やっぱり何年にどういうね、歌がヒットしたとか、どんな時代だったとか、まあ、社内的なね、この人事の具合はどうだったとか、絶対に後で必要になるから作っておいた方がいいんじゃないかということで、それで、作った、この資料に基づいて、お話したいと思います。1990年平成2年はね、この世の中的にはね、あれですね、綾宮さん、今の秋篠宮ですね、紀子さんと結婚した年ですね。それからね、東西ドイツが統一、この年だったんですね。それから、海外旅行者年間1000万人に近づく、今頃どのくらいなんですかね。それからね、これはゴッホのね、まあ、絵画、その大昭和製紙っていう製紙会社があるんですけど、大昭和製紙の名誉会長がゴッホの絵画を史上最高の値段125億円で落札して話題にっていう、へえ、こんな時代だったんだね。それからね、株価がね、非常に上がって、株長者が急増したと。そんなことでね、なんかあとは全国のね、この土地ですね、土地がずっとこう上がってきて、全国的にね、こう高くなってきたというような、なんか、年でございましてね。でこの年はね、まあ年間のあれだね、オリコンのシングルのベスト20、1位、分かってますかね、踊るポンポコリン、 BB クイーンズ、2位、ロマン飛行と、これカップリングかな、ジェットストリームロマン飛行って書いてあるんです、コミコミクラブ。それから3位がね、今すぐキスミ、リンドバーグ。4位がね、さよなら人類、タマ。それから5位がオーイエー、プリンセスプリンセス。それから6位がディアフレンド、中森明菜。7位がね、情熱のパラ、ザ・ブルーハーツ。8位が唇からバラ、唇から媚薬だ、ごめんなさい、唇から媚薬、工藤静香。これは9位が真夏の果実、サザンオールスターズ。10位がね、これ洋楽だな、 If we hold onTogether、 ダイアナ・ロス。それから11位がね、ジェラシー、氷室京介。それから12位が PS I Love You、ピンク・サファイアっていう。それから13位がクリスマス・イブ、山下達郎。14位が笑顔の行方、ドリカム・ドリームズ・カム・トゥルー。それから15位が麦畑、およねーず。16位が勇気のしるし、牛は噛まる、サブロータって言うんですか。
から17年がね、これ 2にあったのと同じではないのかな、 B 面が違うのかな、ロマン飛行でカップリング、カップリングが空行け、ロマン飛行、コミコミクラブが18位がね、夢を信じて徳永英明、19位会いに来て I need you、ゴーバンズ、それから20位が恋歌綴り、堀内孝雄、こんな歌がね流行っておりましたね。いや私はね、その前までねずっとあのプロデューサーやってて、でその後営業のねこう統括部長、どのくらいかな、2年くらいかな、やったのが、それでね急にまあね、今のソニーミュージックアーティストですけども、まあ、ここの社長になったんですけど、私は当時ねやっぱりプロダクションとしてはね、そんなにねやっぱりそのまあなんていうのかな、こう強いプロダクションっていう感じじゃなかったんですよね。まあソニーミュージックのねこの系列の会社ではあるんですけれども、でもねなんとかねやっぱりこうねプロダクションとしてはねやっぱり本当の一流のプロダクション、もう本当にね、ベスト3に入るとか、少なくても5位以内に、日本のプロダクションの5位以内に入るとか、そういうね私は気構え持ってねやったんですよ。で1990年に社長になったんですけどね、1998年までやりましたのでね、最後の1年は会長だったんですけど、まあだから足掛け9年ですかね。平成2年、1990年でしょ、90、91、92、93、94、95、96、97、98年だから足掛け9年ですね。まあなんかねもうだいぶ月日が経ちましたですけど、なんかそんなにね自分の中ではね、いやそんなにまだ月日が経ってなかったな、なんかつい、まあ最近とまでは言わないですけどね、まあでもね1990年したら、ね、今年は2021年ですからね、結構前の話になってしまいました。そんなことで今日は、だいぶ前の話でございますけれども、1990年平成2年、私がソニーミュージックアーティスト、当時の、CS アーティストの社長になった年でございましたので、そんなことを振り返ってお話しいたしました。ありがとうございます。